お疲れ様でございますこういうチラシが入ってました。本を買い取りますだって。ブックオフでも何でもない、本当に聞いたことがないような古本屋さんなんですけども、つながる古書店ということでね、古本をつながるという言葉で屋号をつけてらっしゃいます。このようになっています。ご自宅でご都合のよい日付をお知らせください。ご自宅に伺いますということで、家に取りに来てくれるみたいですね。 で大切な本を一点一点丁寧に査定させていただくため一旦お預かりしますで段ボール10箱分を超える場合は日を分けてお,ずお預かりしますということなんで軽トラックかなんかで取りに来るんでしょうねで翌日以降に査定の結果をお伝えいたします査定に日数をいただく場合がございますということですね当然ですよね、まあ、つまり自宅に取りに来てくれて査定額が出たらご連絡いただけるということですよね 0120-961653と非常にいいサービスですよ今ね古本をまとめて持っていっても近くに古本を引き受けてくれるようなあの古本屋さんがないんですよねあの私の家の近くでもブックオフとか古本市場ってのはほとんどないです、うん、それに持っていくにしてもすでに本がほとんどなくって10冊とか持ってってもね迷惑でしょうからね紙袋2個とか やっぱりある程度まとまった量を持っていかないと、うん、なん買取金額30円ですとか言ってもねお互いにちょっと気まずいですもんね払う方ももらう方も気まずいですよねで買取できるものが専門書参考書趣味に関する本郷土の本<お>楽譜 CD レコードということで音楽系を中心に買い取ってるようなふうに見えます、まあ、つまり 価値が高まりやすい本を買い取りますってことですよね。で、買い取りしないもの。学校の教科書。百科事典あ。これダメですね。この辺は。文庫本。これもダメでしょうね。あとは、全巻揃っていないもの。ね。1巻から10巻まで漫画本がありますけども、3巻が抜けてます。これダメですと。うん、こういったものはね、やっぱり、バルクで受け取っていかないといけないですからね。で、書き込みですとか、ダメージの多いもの。うん 使い込んだやつもダメってことです。なるべくきれいなってことでしょうね。これいいチラシですね。分かりやすいですね。で買取の際の注意点。買取には身分を証明するものが必要ですと。まあ盗んだものとかじゃダメってことなのかな。で運転免許証健康保険証などをご用意くださいと。たくさんの本がある場合、数回に分けてお預かりします。ということは何がしかのお店をやってる人が閉店した時にこの古本取りに来てってのはあるかもしれないですね。 例えば、お好み焼き屋さん、鉄板焼き屋さんをやっていて、お客さんが待ち時間の間に読むような本がざーっとあるようなところね。あとは、最近はネットカフェも潰れてるみたいなんで、そういったところの在庫の本っていうのが数千冊ありますから、そういったのを引き受けるってことかもしれません。法律上、本や CD の買い取りはクーリングオフの適用外となります。お支払いの後のキャンセルはできませんということです。まあ、そりゃそうですよね。古本、買い取ってもらってお金をもらって、 やっぱりお金返すから本返してっていうのはこれややこしいことになりますからね。はい。こんなチラシが入ってましたと。訪問買取。ね。つながる古書店ということでございます。よろしかったらご利用ください。お電話番号0120-961-653でございました。